じゃあ次にこれを使います。まあ重いですね、2キロなんで、まあ、これを持ってこういうふうにちょっと準備をしながら動いてもらうんですけど、これやるときにやっぱもちろん低くないといけない。でもう一個は近くにないとダメです。これここだと動けないです多分。だからここに近くにあった状態でちょっと動いてみる。わざとこうやってやってみましょうか、うん、じゃあどうぞ。最初はいい例でやってみてください。近く手元に重いのを持ってってひねって下がる。そうこれなら動ける。はい、そう近くなら、ね、全然動ける。タッチしなくてもいいけど、そう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 、これならまあ動ける。うん、そうそうそう、あ全然いい。じゃあこれでやってみましょうか。こうやって伸ばしたままひねってみてください。これちょっと振られますよね、腰やらね。持ってかれますね、後ろに持ってかれるよね。そうまあね、2キロのラケット持ってる人いないですけど、そうあっちね振られますよね。そうはい、もう一回どうぞ。絡まりそうになった。危ない。準備した時にチェックしてほしいのは、重いものを持ち運ぶぐらいの意識を持ってほしいんですね。だから、まあ、こういう風にやりましょうって言いましたけど、ここまでいってるともうフラフラ触れちゃうんです。引きすぎは良くない。だから頭の、まあ、顔の本当に前ぐらいにラケットがあるといいんです。でもプロはここまで引いているように見えるけど、ひねってるからそう見えるだけで、こうではないんですよ。最初にこのひねりができてて前にあるなら、そのまま動けば別にこんなに触れることはないんです。でもここまであったり、こんな準備してる方もどんどん触れちゃうんです。だからこういう形で顔の前にあって、で左手もここにあって、ひねれてて、で低い重心でっていうのが大事です。担ぐのは木のラケットの時代です。多分担ぐって最近まあ楽なんですよね、担げっていう方が構築としたら。だけどもう実際担いでる人はいないんです、上手い人で。だから担ぐってことは最短距離では担げないですよね、本当は。こうやってここなんですよね。ここであと右側で振るって最後に、あれね、出てきますけど、右側に持ってってくればそのまま右でポンって触れるわけです。担ぐことによって頭の上じゃなきゃいけなくなってくる、まあ、あと距離が長いので右に持っていくのが大変になる。でどんどんスマッシュに自信がなくなって打たなくなるっていう、そういうことになる。だからもう本当にコンパクトに顔の前に準備して、でこれを意識したようにやっぱちょっと手元に持ってくるんです。そんなにこう、あこの辺とかこの辺とかこの辺じゃなくて、動きやすいのはやっぱりここら辺にあるのがいいんです。まあ多少なりとも重いじゃないですか、ラケットって重いし長いんで。だからこうやって立っている状態と寝かした状態って言っても、こっちの方が重いじゃないですか、グリップ握る必要がある。これは別にこうやっても持てるしっていう感じ方の違いもあるので、重心がこうやって立ってれば重心が手元にあるから軽いんです。でもここまで行くと重いから振られるんです。で振られてブレて全然思ったように出てこないです。だからこうしてこの状態でいけばブレないです。のでそこも意識してやっていきましょうか。だからちょっとそんな引くってよりはコンパクトに準備をして、で下がって、うん、でも右側で振るっていうのもちょっとやってみましょうか。さっき球出しでやりましたから、でここで準備をして下がる、ここで準備をして下がる、低くで右側で振る。